皆様こんにちは。シダを担当しますプロゴルファーのケブカヨシヒロです。本日もこちらアコディアゴルフ技術研究所さんにお邪魔しております。皆さんこんにちは。データ分析を担当するプロゴルファーの小島啓太です。今回もケブカプロによるシダのインプレッションとトラックマンフォード GC クワットという素晴らしい機械を2台同時に使ってですね、データの分析をしてクラブの性能を評価していきたいなというふうに思います。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。ケイタ君、今日のクラブは？今日のクラブはこちらになります。ブリヂストン B3 MAX D ドライバー。こちら 10.5 しかないモデルですね。前のあの B3 MAX の、 あの D がつくモデル、まあ、いわゆるドローバイアスですね。ドローバイアスなります。はい。見た目どうですか？見た目はもうドローを捕まる形状してますよね。なるほど、うん。で、まあ、いつものように使うボールはタイトリストプロ V1 こちらでいこうと思います。はい。捕まりそう？捕まりそう。左向いてるってことですか？うん、左しっかり向いてて、うんうん、でもなんかこうシャローじゃなくて結構ディープに感じるんだよね。あー、うん、なるほど。だからなんか強いしっかりしたドローが出るんじゃないかなっていう構えた時の印象かな。 OK です。じゃあまずどうしようかな。普段通りのスピードに近い感じ。はい、わかりました。でシャフトは純正のバンキッシュの S S シャフトですね。 BS44MAX、まあ、40g ぐらいのシャフトかなと思うんですけど、いきましょう。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。しっかり上がって捕まってしっかり捕まる感じかな、うんうんうん、捕まるイメージありますよね。うん。打感とかはどうですか？打感はね、弾硬いというか弾くような感じで、うんうん、飛んでいくイメージかな、うん、なるほど、うん、シャフトも変な動きしないし今ぐらいのスピードで打っても、うん、今トラックマンのクラブスピードで 46.8 なので、はい、うん、まあまあ早いというか、うんうん、まあ普段、まあ、もっと早いかもしれないけど、うん、普段に近いような数字ではありますよね、はい、ちょっと数字を見ていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、トラックマンのボールスピードで 68.6、 打ち出しの角度が 13.8 でスピン量が3350、うん、で落下の角度が 45.9、 まあこの辺りが少し高め、うんうんうん、高い弾道になってる。まあ、その理由はやっぱスピン量かなとは思います、うん、でキャリーが249でトータルで 263.6、うん、0.2 度右に打ち出して、スピンアクシス、スピンの傾きとしては 9.9 度左に傾く、うん、まあ、ほぼまっすぐ飛び出して、まあ、そこからガーッと捕まってる感じはする、うん、まあ、でサイドとしては 19.6 ヤード左に着弾したと、はい、まあまさしく D という、うん、MAX D なんだなっていう感じのデータではあります、うん、で打点としてもですね、今ので、9ミリとの4ミリ上なので、まあ、ほぼ真ん中かな、うん、まあ、ちょい先ぐらいだけど、うん、まあ、限りなく真ん中に近い、はい、でまあ、多少上には当たってて、うん、まあ、3363だから、うん、まあでもケブニーのスピードのことを考えたら、うん、まあ、このぐらいのスピン量は入るかな。あ、まあ、適正な数字って感じ、まあ、スピード特段多くもなく少なくもなくなのかなっていう気はする、うん、飛んでいく球はそんなにこう吹ける感じない、吹ける感じがないから、まあ、ただ一個捕まってるからっていうのはある。あ、そういうことね。言っても20ヤードぐらい左には行ってるわけじゃないですか。そうした時にはスピード帯としてはもうちょっと落とした方がマッチしやすいのかなと思うんですけど、どのぐらいです？42ぐらいで打ってみる？ちょっとそれぐらいにしましょう、はい、42。
トラックマンのクラブスピードで 41.4m/秒。うん、やっぱり上がって捕まる。やっぱ捕まりますよね。やっぱスピードがここまで、落としてもらっても、うん、さっきより、そうですね、クラブスピードでいうと 5.4m/秒落ちてるんですよ、うん、それでもやっぱ捕まり方の種類というか、うんうんうん、雰囲気は変わんないですね、うん、変わんない、まあ、ヘッド自体のこう、まあ、重心角といわれる、こう捕まりを示す値もかなり大きいクラブなので、うんまあ、いわゆる捕まるクラブっていうところは十分示せるのかなと、はいはい、このスピードでしてもかなり捕まってます。捕まる。数字を見ていくと、ボールスピードでいうと 60.9m/秒、うん、で打ち出しの角度が 14.8 度、はい、3277スピン量ですね、うんうんまあ、ちょっとスピン量は落ちたんですけど、うん、捕まりが変わらないの で、うん、で落下の角度としては 39.6 度、うん、でキャリーが 218.8 のトータル239、はい、で 0.7 度右に飛び出して、うん、で 11.1 度スピンアクシスが左角度、傾き変わらないん でサイドとしては 15.3 ヤード左に着弾したと、はい、で打点としても 8mm 投、はいまあ、先ほどのが 9mm 投なので、はいまあ、限りなく同じような打点の高さは真ん中なので、うん、したときに、そうですね、確かにスピンはちょっと減りますけど、うん、捕まりとしては、うんうん、変わんない印象じゃないですか。いや、変わんない。そうですね。もっとこうガクッと落としてみます。38とか9とか、うんうん、39ぐらいにしてみます。9ぐらいでいきます。9前後でやってみますか。はい、行きましょう。はい。9m/秒。うん。ああ。なんかすごい。いい。今すごいって言ってた。あ、この人本当に39で打ったなっていう。ありがとうございます。でも本当に。あのね、39、まあ分かんないけどスピード、うん、このスピードで打つと飛び方はすごい好き、見え方と。そう、トラックマンのクラブスピードで 39.1m/秒です、ね、素敵、素晴らしいです。でデータも見ていくと 57.2 ボールスピードですね、うん、の打ち出し角が 14.3 度、はい、3337っていうスピン量、うんうん、だからそうですね、スピン量自体は別に減ってない。そうなんですね、減らないんだね。まあ、減らない理由はこの先にあるんですけど、うん、落下の角度としては 38.3 度、はい、でキャリーが 204.8 のトータル 224.8 で 1.9 度右に飛び出して、でスピンアクシスが左じゃなくなったっす、右に 1.1 です、まあ、ちょっと右に飛び出して、うんまあ、そこから落ち際わずかに右、まあ、ほぼ右にまっすぐってぐらいの球なんですけど、で落下としては 10.7 ヤード右に着弾したと。 10.7 右か、今度右です。でスピンが増えた理由は、うん、先ほど言ったように捕まりがちょっと収まったから、うんうん、収まった分スピン量が増えた。あ、そういうことね。でもどうでしょうね、やっぱりスピードを落とす、まあ、これシャフト絡んでくるとは思うんですよ、うんうん、やっぱ S シャフトでこのスピード帯で打ったらこのぐらいの弾道になる。あ、そういうこと か、 だから逆に言うと39ぐらいのクラブスピードの人でも、うんうん、左嫌だなっていう人だったら S をチョイスするべきだっていう感じです。あ、なるほどね、うん、なので、まあ、選択の幅は広がるかなというふうに思います、うん、これは捕まる個体のヘッドがあるから、うん、それが選べるかなというふうに思います、はいはい、で打点としても 3mm 等の 1mm 下、うんうん、もう限りなくセンターに近いところに当たってるので、うんうん、まあ一つの選択肢としてはありかなと。いや、いいよね、なんか、はい、ではどうでしょう、これトーヒールズレをやっていきたいんですけど、うん、はい、どのぐらいのスピード帯でやりますかね。今39だ。39でいい。じゃあこれがトーヒールズレたらどうなるか、うんうん、でやってみましょうか。はい、なるほど。
った感じはどうですか。すごい塔に当たって右に飛び出してから戻ってくるという、うん、典型的な塔打ちの球かなと思う。このスピード帯、39.4m/h ですね、うん、ヘッドスピードとしては。で、打った時のフィーリングとしては、それでも塔に当たっても捕まりそうな気がする。すごいですよ。すごいするというか、逃げない、あ、逃げる感じがない。あ、うん、で、ちょっとやっちゃったっていう感じもあんまりない。うん、これね、多分あのギア効果の部分はもちろんあると思うんですよね。うん、ギア効果の部分と、うん、あとそこにヘッドに何か書いてないですか、うん、バイト、ちょっと読んでもらって。スリップレスバイトミーリング。そう、ミーリング、うん、ミーリングっていうのはフェースに溝がある。そうですね、うん、ミーリングっていうところなんですけど、うん、まあ、そこが、まあ、バイトって、まあ、噛みつくってことなんですけど、うん、その部分で捕まりっていう要素もあると思うんですよね。滑らないってことね、はい、うん、まあ、かなり先に当たってるので、はい、まあ、ちょっとデータを見ていきたいなと思うんですけど、はい、トラックマンのボールスピードで 55.4m/h、 打ち出し角が13度のスピン量としては 2876m、うん、やっぱ収まりますよね、はい、で、落下の角度は30度、うん、あれまあまあ低くなった、ね、やっぱスピードを抑えたことで、うん、球筋自体も低くなる、うん、で、キャリーが 183.9、はい、トータルは 213.3、7.4 度右に飛び出して、うん、17度スピンアクシスが左に傾いて、ほうほうほう、でもサイドとしては 5.5 ヤード右に着弾、そんな曲がってない。優秀ですね、まあ、こんだけミスヒットをして、うん、真ん中にいるっていう優秀さはあるかな、うん、ただやっぱ弾道としてはちょっと低めの、うん、まあ、強いフック系の弾道ではあったんですけど、うん、まあ、なんでかというと打点が27ミリと、なかなかだね、2ミリ下なんで、うん、まあ、トーヒールズで検証している中でもかなりの先です、うんうん、まあ、それで曲がってないっていう良さはあるかなと思います。捕まりそうですよね。いや、捕まりそうです、うん、じゃあ次逆行きたいんですよね。はい、はい、じゃあ 39m/h のヒールでお願いします。39m/h、ドンピシャです。ドンピシャ、ドンピシャ、25ミリヒール、すごいヒールに当たったまあでも、まあ、リアルかなと思いますけど、うん、どうですかフィーリングで。いや、でもあそこまでヒールいくとなんかこう、なんだろう、飛んでいかないって言い方おかしいけど、うんうんうん、うん、ちょっと許容性の範囲外かなとちょっと思っちゃうけど、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、トーズレヒールズレの割合が同じに近いんですよ、うんうん、さっきトー27ミリいってて、うんうん、今回ヒール25ミリいってるんですよ、はいはい、後で説明しますけど、うん、そんだけずれるってことはもうかなり端っこに近い、うんうんうん、もうそのシールに限りなく近い、うん、そうね、ちょっと見せてもらって、これ GC クワットの、あ、こう、そっち向きです、兄貴、そうっすねこのシールに近いぐらいの位置に多分当たってるぐらいな感じですね、うん、まあ、相当なミスショットだと思う、うん、もうそれ以上外れちゃうともうまっすぐ飛ばないぐらいな感じだと思うんですけど、うんうん、まあ、それでいてちょっとデータ読みますね、はい、ボールスピードが 55.2m/h、うん、で打ち出し角が 12.3 度で、スピン量が 3417rpm、はいはい、うん、なんかここまでの数字見てて、うん、あんまり普通というかいう印象ですよね、うん、で、落下の角度は 33.7、はいはい、で、キャリーが 188.3、うん、で、トータルが 211.2、はいはい、数字上は、うん、まあ、普通というか、うん、まあ、外れたなりですね、うん、で、打ち出しの方向が 8.8 度左に飛び出して、はい、スピンアクシスとしては 2.2 度右、 2.2 かな、ヒールに当たってギア効果も発生してちょっと右には行くんだけど、やっぱ捕まりのバイアスが強いからそんなに右には、ま、戻ってこないよってことですね。
でキャリーとしては、26ヤード左に着弾したと。最後ね。で打点としては25ミリヒールの5ミリ下、うんうん、はい、なので、まあ、皆さんには絵でご覧いただいてると思うんですけど、まあまあすごいとこに当たってます、うん、そうですね。ヒール当たってスライスがしなかったじゃん着弾、うん、ということはヘッドの捕まり要素がすごいあるってこと。そういうことです、うん、だからヒールに当たってヒールに当たるとヘッドってこう返るんですけど、うんうん、帰ってギア効果なんで、ね、前も説明したと思うんですけど、うん、滑車の役割でカカカカカッとこう球は逆に回転するんですけど、うん、その割合が少ないんじゃないかな、うん、それはさっき言ったバイトミリング、ミリング、うん、正式名称何でしたっけ。バイ、スリップレス、スリップレスバイトミリング。そうね、だからスリップしないんでしょ。そう、そういうことね、うん、っていうことだと思います、うん、だ検証はしてないですけど多分雨とかでも効果はあるはずです、うん、はいはい、うん、そのぐらい滑らないのかなと、まあ捕まるのかなっていうふうには思います。右に悩んでる人なんか本当にいいヘッドになるかもしれない、ね、右に悩んでる人はいい、うん、ただ右には戻ってこない、戻ってきにくいですよね。右にヒールに当たってもこう、ああこういかないとターゲットには戻ってきてないから、うん、捕まれる要素が強い、ね、だから本当にだからそれが戻ってきてほしいんだったら、うん、普通の B3 MAX 使えばいいんだろうなと思うし、まあ、D っていうのも完全にやっぱ捕まる仕様になってるなっていうのは、うんうんうん、感じましたね、うん、今のヒールで分かるね。そうですね、はい、ケブニー今回の B3 MAX D いかがでした。このヘッドはやっぱり本当に捕まるヘッドで、もう右に行かしたくないっていうプレイヤーに本当にお勧めしたいヘッドだなと思いましたね。そうですね、まあ、こんなに分かりやすく捕まるヘッドっていうのもなかなかないかなと思うんですけど、うん、ただねシャフトのチョイスっていうのはやっぱ重要で、うん、やっぱり自分の持ってるスピード帯よりも硬いシャフトになると、まあ、それはそれでやっぱりシャフトがこうしなりきらないので、うん、いくらこのヘッドでも捕まらなくなるかなと思うので、うん、まあ、シャフトを合わせていくとよりこのクラブっていうのは性能が発揮できるかなと思いますので、ぜひ皆様試してみてください、はい。